久保さん、まあ、何なんですかね何なんですかね絶対に儲かるっていうねあのお客さんにキレられた話をお客さんにキレられましたにしようかなあの昔あの塾を売ってる時にですね弟子,弟子がいる時に塾売ってる時に弟子に電話クロージングさせたんですよ電話営業ねで塾で絶対儲かりますっていうね弟子が言って。 で、あのお客さんがぶち切れて、もう今絶対儲かるって言ったな。おお、もう稼ぐなあったらどうするんだ。絶対って言ったな。絶対あんのかみたいな <laughs>。で、詰められて、で、弟子が、あすいません。絶対はないです。みたいな <laughs>。すいません。謝りに行きます。みたいな。で、なんか、なんか、やってんすよ。で、ガチャンみたいな。ど,どうしたみたいな。いや、今からお客さんのとこ行ってきます。みたいな。ほう。みたいな。どこお客さんみたいな。 えっと長崎ですみたいな。あ、じゃあ、宮崎ですみたいな。宮崎え、どうやって行くのみたいな。わかりませんみたいな。え、わからない、どうやって行くの金あんのないですみたいな。な、金ないし、どうやって行くのみたいな。で、まあ、現場責任ですよね。現場責任で僕がじゃあ、じゃあ、飛行機取るぞ、つって、飛行機取って、その日に、 それがね、午前中あって午後の、まあ、1時2時の飛行機通って行ったんですよ。で電車でローカル、まあ、結構田舎で一軒家だったんですけど、まあ、着いたのがその21時か22時に着いてすいませんみたいな東京から来ましたみたいな <laughs> ピンポンつっていやあピンポンめちゃめちゃ緊張しましたね。 お客さんも、お客さんもね、本当に来るとは思わないですよね。東京からね、わざわざね、その日にね。だから来れる、だからお客さんも来れるもんだったら来てみろみたいな話だったわけですよ。もう行きましたよね。行っ,って。もうちょっとビビってましたよね。まあ、マジで来るのかみたいなでも。でも一応クレーム入れてるので、まあ、2時間ぐらい僕説教されまして、すいませんでした。みたいで結局朝5時ぐらいまで話して、まあ最後は あの本当に来るとは思わなかったよと。まあ、それはそうっすよね。そりゃそうっすよね。<laughs> まあわざわざ来てくれてありがとうなっつって、まあ、握手して和解して終わりましたけど、まあ、そんなことありましたね。でもねその方はねな,、まあ、なんでその切れたのか絶対儲かんのかっていうとそ,うそれで切れたのかっていうとアムウェイやってる人でアムウェイで、まあ、ずっと何十年もやってる人でなんか家にアムウェイのいっぱいあって。 で、なんか1000万ぐらいは、まあ、上げてるらっぽいんですよね。で、まあ、まあ、リーダーみたいな。うん。で、結構、その、夜中まで何話してたかっていうと、まあ、その、まあ、説教が終わった後、アムウェイの話になって、まあ、聞き役、すごいっすね、みたいな。でそのな、鍋の紹介とか熱弁されましたね。これ、いくらだと思うみたいな。いやー、ちょっとわかんないっすこれ、安いんだ。こんな、こんなもんだ。え、マジっすかみたいな、ね、<laughs> ひたすら、アムウェイの紹介をね、 あの受けてました <laughs> すごいっすねあんめみたいなうちの母ちゃんもやってましたあんめえまあ気分よくしてねそれで懐かしいっすね、はい行ってらっしゃい